ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はいはい。自分の、まあ、住んでる駅の周りにですね、はい、まあ、治療院とか結構あるんですけれども、はあ、さあそういうのはなんか個人の先生がやってらっしゃるような、はい、やっぱ治療院とかがもうほとんどなんですよね。ああ、さすが高級住宅街。やめてください、ね、先生。違うな。いじるのやめてください。違いますね、はい、はい。で、たまにそう、で、ちょっと駅から離れて、はい、あの、賑やかな街、はい、まあ駅とか行くと、はい、いわゆるなんか、フランチャイズ系の。ああ、なんかタヌキのやつとか。タヌキのやつなんですか？オレンジ色のタヌキのやつ。あ、知らないですか？ああ。やっぱそんなとこ行かないですよね。ああ、いやいや。で、なんか、あと、テモミンとか。あ、そうそうそう、そう、はい、テモミンとか。はい、なんか、ほぐし系の。とか、ストレッチ、はい、ドクターストレッチとか。そうです、そうです、そうです、そうです。ああ、ドクターストレッチありますね。はい、なんか、そういうのを見かけるんですけど、はい、なんか僕、個人的な思いなんですけど、はい、なんか技術的に大丈夫なのかなとかって、なんか思っちゃったりもするんですが、はい、その辺どうなんですかね。いやでも、残ってる理由がちゃんと。あ、確かに。はい、ずっとそれですぐ潰れないで、はいはい、フランチャイズが広がっていくじゃないですか。うん、だから、民間資格というか、あの、うん、まあ、医療資格じゃなくて、うん、で、やりたいと思ったら、そこで技術指導を受けて、うん、マニュアル通りに技術指導を受けて、で、お店に出て、はい、最近だともう、なんか、60分やっても3000円ぐらいやって受けれると思うんですけども。うん、そうですね、安いですよね。めちゃくちゃ安いです。はい。つって、やる感じですけど、もう人によるのと、チェーン店でも、はい、あの、しっかり教育するとこは、まあ、その代わり、あの、単価がもうちょっと高いですけども、へいいとこも出てきてますね。あ、そうですか。はい。一応、そういう FC 系の、まあ、治療される方っていう先生たちは、はい、もちろん経験者の方、様々です。素人で、学生でも、主婦でも、あの、マッサージできるように鍛えて、やるのもあるし、医療資格を持ってる人だけをちゃんと集めて、やってるとことか。あ、それは、店長というか、経営者の意向なんですね。意向というか、多分フランチャイズで、あの、そういう人を、まあ、派遣したりとかで、紹介で広げてるとかあると思うんですけど。へー。はい。この話大丈夫ですかね、ちなみに。あ、全然大丈夫です。あれ、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。あ、はい、そうなんだ。未経験で育てるっていうやり方もあるんですか？あります、あります。だからそこ日本はグレーゾーンだから、本当はマッサージって言っちゃいけないんですけど、マッサージは指圧アマシーが、ーあっていう医療資格を持った人たちがやる、あの、ものなんですけども。はい。でも、やってますよね、日本は。でも、それ聞いちゃったら、はい、なんかあんまり僕個人的には、あんまり行きたくないなって感じになっちゃうんですけど、その技術のレベル的に。そうですね。はい。ただでも、やっぱり、すごくもう直しちゃう人も、たまにいるんですよ。あ、たまに、たまに。はい、はい。で、やっぱそういう人は、あの、人がどんどん集まってきて、はい、繁盛してますよね。なるほど。でもフランチャイズ系は少ないかな。まあそういう、あの、すごく直せる人は、一匹狼的に、はいはいはい、はい、なんか全然で、ね、こう繁華街とかじゃなくてポツンとこう、はい、あってなるほどね。僕はですね、おかげさまで結構あのこのポッドキャストのインタビューはやってますけど、はい、おかげさまで割と健康な方なんで、はい、行ったことがないんですよね、あんまりその治療院っていうのは。だから本当はこういうのを経験しとけば、なんかもうちょっと話も広がるかなって思ったりもするんですが、ぜひ行ってみてください。あ、そうですよね。ちょっと試しに行ってみようかな、はい、今度。はい、うん。その、町のいわゆる治療院と、FC 系のあれ、どこ違うのか、みたいな。はい、
でも接客とか上手ですよ。そう、まあ、マニュアル化されてるから。なるほど。店内も整理されて綺麗ですし。そうですよね。清潔感ありますし。はいはいはい。あ、今度ちょっと行ってみますね。はい。予約制もあるかもしれないですけども、はい、もう待たないとか。はい。はい、だって、60分3000円くらいでやってくれるわけですもんね。そうですね。安いですね。はい。なんかでも、なんか比較サイトとかありそうですね。ここのフランチャイズ系は、なんだとか。ああ。見たことないけど、興味ないから。はい、ああ。でも、まあ、社会的にニーズがあるから、すごい広がってるんで、気軽にね、ちょっと温泉行く感覚でやってるかもしれないですね。皆さん気軽に行ってるのかな、やっぱ。なんかちょっと、体が重いなあったら。行く人はいるんじゃないですか、ちょっと、慰安的に。パッと行って。そうですよね、はい。それこそ本当に温泉行くかのような感じで、はい、行く人もいるんだろうな。はい、でも数パーセントとか必ずマッサージ入ってますからね。ああ、入ってます、入ってます。はい、あれいいお金取りますよ、6000とか8000とか。ああ、そうですか。はい、へえ。確かに、なんか、ね、温泉がてら、マッサージもっていう人もいそうですもんね、はい、結構。でもビジネスホテルも昔からですけども、あ、マッサージサービスあるじゃないですか。そうです、そうです、ね。出張の。はい、じゃあちょっと今度試してみます。試してみて。はい、国外だとあんまないというか、国外って一流ホテルでマッサージっていうのはありますけどね。だけど普通のホテルはないですよね。あ、そうですか。はい。日本人、まあアジア系は好きかもしれないですよね。日本はビジネスホテルとかでも、あ、ビジネス。大体必ずあるじゃないですか。ありますよね。はい、そのなんかパンフレットっていうかありますもんね。はい。ちょっと。で、マッサージ好きなんですよ、多分、日本の国民が。あ、そうなんですか。はい。あ、そうかもしれないですね。ええ、ちょっと行ってみますね、FC 系の。はい、行ってみてください。はい、店舗を。またちょっとレポートを。はい。してみます、はい。あの、不動産の一つとして、フランチャイズのオーナーになって。ああ、そういう一番悪いですね。はい、あ、実際僕の知り合いの不動産投資家やってますよ、それ。本当ですか？あの、ちょっと名前は、あ、先生もご存知。本当ですか？はい。あの、女性の方。え？千葉の方ですか？とか言って、だんだんこう。千葉違うか、いっぱい。ああ、そうね、ちょっと、はい。はい、あの、へえ。はい、私が知ってる女性の方で。あ、そうです、そうです、そうです。あ、女性の方、やってます、やってます。あ、そう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 。まあ、はい、旦那と一緒にやってます。あ、そう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 。なんかうまくいってるみたいですよね。はい。なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。はい、じゃあ、本日の質問。あ、行くんですか？行きますね。はい、行きます。一通り面白かったらおしまいでいいじゃないですか。ああ、そうですね。はい。最近ちょっとその、話題の切り替えっていうかなんか悩んでるんですよね、ちょっとその、このポッドキャストの終わり方もそうなんですけど、はい、なんか僕はなんか下手くそで、バシッといつも。これでも、あの、はい、やっぱテレビが上手だと思うんですけども、情報番組のイメージしてください。あ、情報番組っていうのはガチのニュースじゃないですよ。はいはい、だから、もう経済から、はい、もう下世話なネタまで全部。ワイドショー的なやつ。そうです、そうです、はい。っていうのは、そういうね、あの、ニュース元を、まあ、あの、無責任な、うん、あの、芸能人だったり評論家が、はい、ワイワイガヤガヤやって、ね、楽しませるっていう感じなので、はい、確かに。だから最初だからこういう話を した流れで、こう、うまくこう入ってきていったりとか、そうだ、最後の締めってどういう風にやってるのかな、そのテーマの締めは。確かにそういう視点で見たことないな。ああ。なんか一つの話題があって。はい。はい。でもためになることを入れたいですけどね、気持ちとしては。そうですよね。はい。また一つレベルをアップさせないといけない。レベルを下げればいいんじゃないですか。なるほど。楽しんでいただいて。そうですね。はい。もともとこれ居酒屋コンセプトじゃないですか。そうですね、先生、この後話していいんですか？僕の悩み相談みたいなことなんか話して。大丈夫ですか？いやいや、まあ、たまには一回ぐらい、ね。あ、たまには、はい、そうですね。じゃあ、質問に行きたいと思います。今日の質問者かわいそうだな、なんか。あ、そうですね。すいません、ちょっと変な前振りで。いいはい、今日はですね、はい、仙台の、20代の理学療法士さんですね。若い方。はい、若いですね。はい、質問内容は、問診の意味について。ほうほう、真面目だな。ああ、問診。なるほど、はい。いいですね。土屋先生、いつも意表をつく内容にワクワクして聞いています。そういうつもりはないんだけどね。はい。
先生のセミナーでは問診の重要性を説いていらっしゃるのが印象的です。ああ、ありがとうございます。なんか出てるんですね。じゃあセミナーに参加された方なんですね。でなかなか院内で、問診をすることはないのですが、はい、なぜ問診をする必要があるのか改めて教えてもらえないでしょうか。はい、問診が下手くそな自分が問診をすると、はい、時間ばかりとって、うん、また問診で記録した情報を後から使うこともないので、無駄なようにも思えてしまいます。ああというご質問ですね。どうぞよろしくお願いします。はい、そうですね。なんか20代の方の質問らしくていいですよね。問診の意味について。はい、問診はでもすごく重要な感じがするんですけど、ね。多分、これ一般の人の方が多分、はい、そう、問診なしでどうやって治療するのかって話をすると多分わかるんですけど、はい、うん、意外と、まあ病院の中で働かれてると、うん、診断するのはお医者さんで、うん、で、今あなたは、うん、まあ骨折して、うん、まあ、固定期間これくらいかかるから、うん、じゃあ、ギブス取れてから、うん、じゃあ、リハビリしてくださいって言って、うん、決めるのはお医者さんなんですよ。ああ、なるほど。で、じゃあ、そこの部屋行ってくださいって、リハビリの部屋に行くと、うん、まあ、今回の、あの、20代のリハビリ医師さんみたいな方が待ってて、うん、やってくれって言われたから、やりますよっていう形で。あ、そうなんだ。じゃあ、そもそも、あ、問診をしてるのじゃドクターの先生がしていて。そうです、そうです。はい。で、理学療法さんに振って。まあ、だから、プログラムを管理する人っていう意味、位置づけなんですよね。そもそも理学療法士さんは問診しない、してないんですか、じゃあ。あんまりしないですよ。理学、問診というか、検査はしますよね。あ、どれぐらい動くとか筋力が。はい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 。でもそれも、元のその、医師の、こう、うん、これをやってくれに対して、うん、歩けないならどのぐらい歩けないのかなとかっていうのを再確認するとかっていう感じですよね。ああ、いや問診ってすごい大事なような感じがして。いやいや、それがないと設計図じゃないですけども。そうですよね。はい、何がこう、まあどういう背景で、はい、今どういう状態で、うん、この能力が足りないとか、うんうん、不足してるから、うん、これをうん、やってくれとかやりたいっていうような全体像がないと、普通は不安でたまらないですけど、うんうんうん、その中で働いてる人たちは、もう、言われる通りに、っていう風になっちゃってるんですよね。うんうん、その先生がかねてから言ってらっしゃる、その、仮説、はい、はい。仮説もでも、いろいろあるわけで、はい、どれを使ったらいいかっていうのはわからないじゃないですか、はい。でも最適なその仮説が、はい、この人にはこの仮説が当てはまるんじゃないかっていうのは多分あると思うんですけど、はい、いわゆる治療の近道っていうので、はい、それを探し、今治療の近道いいな。ああ、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、治療の近道を、そのやっぱ探すには、問診って絶対必要なんじゃないかなって、素人ながら。はい、思うんですよね、はい。だからやっぱ大事なんじゃないかなって思うんですけども。逆に やられてない方って見るんですか？やらない人の方が多いんですか？ただ、やっぱり毎日とか、週に2回とか、ずっと会ってて、うんうん、なんか、ボスは、ボス、お医者さんはこう言ってんのずっとやってるんだけど、おかしいなってことは絶対あるわけですよ。うんうん、はい、あると思いますよ。はい。はい、って言ってる人は、やっぱ、おかしいなって思いながら やり続けちゃうのか、ちょっと違うことなのか、進言して、ちょっと違う問題がありますよって言って、もう一回やり直しを迫るのか。なるほど。でもそういう人はうるさがれるので。なかなか言えないみたいな。すごい、お医者さんも頂上にいる方ですからね。はいはい、パワーハラスメントいっぱいあるから。あきついな、その環境は。はい。だからもう自分を機械として、ええ、まあ、院内だと120日過ぎたら退院されるから、はい、なるほど、治んないんだろうなと思って、そのままやってる人も、いや、先生もいますけどね。余計問診しづらいですね、そういう環境は。あ、ただもう、すべてお任せっていうとこもあるんですよ。はいはいはい。はい。もう、理学療法士さん好きにやってっていう。ああ。全然管理しないとこもあるので、はいはい、そこだとやりやすいと思うんですけど。そうですよね、
なるほど。で、この方の質問、その問診の意味についてもそうなんですけれども。はい、多分この後の、まあ、聞き取るのが下手くそとか、なんか気にしてますけども、それは技術的に回重ねれば上手くなるので、問題ないとして、その後記録した情報を使わないっていうのは、結構往々にしてあるんですよ。記録し、その、はい、目の前で、なんか、はい、目の前で実際に触ってとか話を聞いて、うん、その場でなんか考えて、やってる、もう理学療法士さんの、まあ多い子とか。あ、そうなんですね。はい。前回こうだったから、中身の流れでって言って、まあやってくれたらまだいいと思うんですけども、そうですね、意外とそれやってない人いっぱいいますよ。じゃ何のために記録取ってるんですかね。ですよね。あ、それもあれか。担当性、そうなんですよ。ドクターから言われたっていうのと、結構、まあ、大人数で、いっぱいの患者を回すみたいなところなので、はいはい、担当性みたいな感じで、任せ切ったら、そのプログラムがうまくいってんのか、その、プログラムが良かった悪かったとかっていうことは誰も指導しないんですよ。引き継ぎとか、まあ、なんかあれば、こんなことやったんで、なんとか、次、ここから始めてくださいとかっていう、なんか産休かなんかわかんないですけども、はいはいはい。っていうのがあれば、多分そういうことが起こり得るんですけども、うん、よっぽど自分が記録したことを使ってなんか、プログラムを作るとか、振り返って良かった、悪かったっていうのを、もう癖の、もう習慣としてやってる人以外は、まあ、単に記録取ってるだけですよね。記録って終わり。はい。それを使おうとしないんだ。もったいないですね。もったいないですね。あとは先生、その、問診のテクニック的なところで何かあるんですか？問診は聞き出したい内容があるんですよ。うん、はい。で、理学療法士で言えば、まあ、運動機能の話なんで、一番気になってくるのは姿勢動作と関係する症状かどうかとか、そういう姿勢と動作で、姿勢と動作。はい、こう、性的にこう、指示してるじゃないですか。はいはい。だけどずっと立ってられないと、なんか腰の一部が痛いとか、ああ。はい。あるいは動作をいっぱい繰り返しやってると、膝が調子悪いとか、うん、あるいは、まあ、反対に休めたら調子いいとかっていうように、うん、活動すればするほど、なんか痛みが増すとか、うん、動けなくなるとか、っていう、うん、そういうものがあれば、はい。姿勢と動作と関係する。ああ、確かに。当たり前ですけども、はい。そうじゃないケースもあるんですよ。あ、そうですか。そうじゃないケースは、結構、危ないんですよ。はい。ガンとか、そうですよ。ガンとか。僕が言ってたやつ、そうか。中水系のなんか、麻痺とか。ああ、そう、僕なんかメンタル系のかなって。あ、そっちも含めてです、はい。メンタル系とか。はい。なので、それは早く見つけてあげて、うん。じゃあ、そっちの方が重病っていうか、重病というか、治しにくいものが多いですよね。だから、心療内科に行くとか、なんか、癌の方のドクターに回すとか。あ、そっか、癌の科も考えます。ありますよね。いう。なるほど。はい。だから、まあ、まず、そういった自分が担当していいものかどうかって見極めを、すぐやって、はいはい、で、その後に、うん、なんで今の病態がそうなっちゃってるのかなっていう。のを見つけていくんですけども、うんはい、そもそもどこが悪いのっていうのをちゃんと、ね、なんか膝の内側とかっていうレベルじゃなくて、組織レベルでやらないとダメですよ。ああ。組織レベルじゃないと。はい。で、ターゲット決めて、それを治そうっていうような、はい、なるほど。風に作っていくので。そうですよね。どんどんどん、狭めていくっていうか。そうです、そうです。はい。聞きながら、あ、これ、ここなんじゃないか、ここなんじゃないか、みたいな。はいそういうふうに問診をしていくんですね。で、ターゲットが見つかったら、うん、どうしてこうなったのかっていうのを、はい、初めから今までをちょっと振り返ってみると、ヒントがいっぱいあるんですよ。外傷であれば、はい、なんかぶつかった瞬間とか、うん、なんかそういう瞬間があるので、はい、で、その分析すれば、はい、さっき、おそらくこの、組織だろうって言ったターゲットの裏付けになるじゃないですか。うん、ああ、そうですね。はい。はいうんうん、で、そうじゃなくて、うん、その瞬間がなくて、じわじわなんか、疲労骨折みたいにこう起こったんだよって言ったら、はい、あ、これはちょっと全然違うケースで、うん、じわじわ起こった、うん、その活動自体が問題だとかって言って、その後につなげる、その負荷のコントロールとか、そういうのにつながるんで、細かいですね。細かいです。あだその経過を聞くんですけども、
きっかけとなった原因かもしれないし、はい、経過自体がその後のアプローチに関係するかもしれないですし、うん、で もっともう一個はあるんですけど、大事なのが経過で人間治癒能力を持ってるんで、はい、一時的に、うん、まあ悪くなって、うん、でもそのピークって長くても72時間って決まってるんですよ。うん、あ、そうなんですね。はい、で炎症があるのは24時間から72時間。うん、まあ、3日もあれば、大体落ち着いてくるんですよ。落ち着いてくる。はい。はい、で、組織によって、あるいは組織の、あの、損傷の重度によって、うん、ゆっくり骨折みたいに、2ヶ月かかるのもあれば、皮膚みたいに、1週間もあれば治っちゃうとかっていうので、全然違う。あ、違いますね。治癒期間が、はい。で、その治癒期間があるから、最初、ボンとこう、痛みがいいとか炎症がひどくなって、うん、ゆっくり治っていくっていうのに乗ってったら、うんうんうん、別に なんか人工的に手を下さなくても、うん、その人は治っていくんですよ。ああ、そうですか。はい、へー、だけども、よく話を聞くと、うん、症状が良くなったり悪くなったりとか、うん、周りになんか徐々に徐々にだんだん悪化するとか、はい、あ、その治癒経過のパターンが、はい、普通の治癒能力を持った人と違うパターンに、はい、なってたら、これ要注意なんですよ。ああ、それは要注意。はい。で、それがなんで起こるのかっていうのを改めて、治癒経過を阻害する要因ってこうやって見つけていくんですよ。ああ、それも問診。問診です、問診です。しながら、はい。その辺を。はい、あ、大事ですね。すごい大事です。で、それがこう出てくる、出させると、それぞれにアプローチするって、こう、アプローチの仕方が変わってくるので、はい。だから同じ局所、同じ 重症度でも、はい、治癒経過を阻害する要因が違ったら、そうですね。もう全く治し方違うんですよ。ああ、なるほど。はい。あとは先生、ちょっと僕思ったんですけども、はい、その、やっぱ、問診って、やっぱ患者さんにいろいろ質問して、患者さんが答えてくれるじゃないですか。はい、なんとなくですけど、その患者さんが答えやすいような、なんか雰囲気作りじゃないですけど、はい、そういうのも結構大事なんじゃないかなって。あの、かなり大事なんですけども、一方で、はいはい、ベラベラ喋りたいとか、はい、まあ、自分が喋ってるので十分だと思って、うん、本当は他 の情報も欲しいんですけど、うん、それを言わなかったりとか、はい、いろいろなんですね。ああ、患者さんによって。だからできるだけ引き出すっていう雰囲気作ったりとか、はい、あの、っていうことはもう、あの、最低限しないといけないんですけども。そうですよね。はい。ただ、それが全てっていうふうに勘違いしたらダメなんですよ。ああ、もちろんもちろん。はい。あの、はい、患者さんは、うん、あの、の自覚、患者さんの自覚症状は自覚した症状なので、自覚してない症状は訴えるんです。あ、そっか。患者さんもやっぱ、そうか、知らないことっていうか、はい、あ、それがポイントになるわけですよね。結構、だから、あの、例えばですけれども、筋力の低下って意外と気がつかないです。ああ、確かに。はい。いや、もう私大丈夫よって言って、じゃあそこでかかと10回上げてみてって言ったら、ふくらはぎが弱くなってて、10回上げられなかったとかっていうのは結構ある話で。それはまさに、聞き手の、まさに、あれですよね、能力というか、必要ですもんね。はい。はい、だから、はい、まあ、集めたい情報を、まあ、一応努力として漏れなく全部集めるんですけども、うん、でも一方で、うん、これは、あの、全部じゃないとか、うん、一部嘘が混じってるっていうような視点で、その情報を改めてみて、うん、それで、今の、あの、ターゲットの組織の病態はどうして起こったのかって言って、はいはい、で、治らないのは、はい、こういった理由がいくつか考えられるっていうような、絵が描けると、だから、私はこのアプローチをしますっていう仮説が立てられるんですよ。今日は先ほど問診は大事です、ね。問診すごい大事で難しいので、はい、難しいながらやる、聞くことは今の話しかないから、もう今のレベルです、もう、資格取ったばっかりの人でも始められます。そうですね。はい。じゃあ、実践でもなんか鍛えられそうな感じがしますもんね。実践の方が鍛えられますね。そうですよね。はい。で、実践の方が、今の思考の話じゃないですか。うん、で、私もそうですけども、はい、あの、そうやって、あの、じゃあ多分これだろうって言って、うん、そうそうそう、外れることなんていっぱいあるから、はいはい、で、実際に外れるっていうか、目の前で外れるのがわかるのは、うん、実際に触って検査するなり、うん、治療をやった後にわかるじゃないですか。うんうん、そうです、そうです、はい。で、外れたっていう、間違っ、まあ、思考が間違ってたのなぜかなって言って、はい、っていうのが、それが勉強になるじゃないですか。そうですね。時間同じ場面だったら、ま、あの、間違いなくなるから、ね、はい、だからもう、回数重ねれば重ねるほど、うん、どん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 上達していきます。
実践あるのみっていうことですね。実践ある、うん、あるのみなんですけども、近くにそういう、メンターじゃないですけども。はいはい。あ、まあ、いらっしゃるから。いないとちょっときついかもしれない。ちょっときついかなっていう。わ、はい、かりました。でも、やる意義は本当に。そうですね。やんないと、自分はどんどん成長できないですし、はい、患者さん、なんて言うんだろう。まあ、治るべき患者さんは治さないといけないと思うんですけども、はい、もう自分の手次第で、いつも治ったり治んなかったりとかっていうのが安定しないですから、うんうん、だから、問診から始まんないと。そうですよね。はい。うちのスクール2年半やってて、いろんな技術とかいっぱい教えますけど、はいはい、最後みんな言うのは問診が一番大事だったって言いますよ。あ、そうなんですか。はい。あ、じゃあやっぱ大事なんですね。めちゃくちゃ大事ですよ。まさに治療への近道っていうことで。はい。急がばもあれで、本当問診ですね。問診。ただ、はい、一番軽くなんか扱われてますね。一番軽く扱われてる。はい、もう問診って言ってセミナーやっても全然人集まんないですから。あ、そうなんですか、ね、はい、そうですよ。だから問診の方もないじゃないですか。ないんですよ、ね。あ、ないんですか、はい、あ、僕なんか問診ってすごい大事なような感じがしますけどね。あ、でもインタビュアーでも、インタビューの仕方って言って、はい、もう最近本にならないじゃないですか。あ、どう引き出すかとか、あんまり、やっぱ、注目されないですよね。そうですね。僕は、まあ、傍ら営業の仕事なんかもやってるもんですから、はい、そうするとやっぱお客さんのところに行って、はい、やっぱ課題を聞かないと。あ、そうですね。営業の方はありますよね。そうなんですよ。はい。質問のスキルはありますね。はい、うん、でも、いかにそれを聞き出すかっていうのが、まあ、営業とマーケティングと集客とかそっちの方ですよね。そうですね。だから、問診ってなんかちょっとそれにやっぱ通じるものがあるんじゃないかなと思って、はい、思ってるんですけど。はい。交渉とかその辺はそうですよね。そうですよね。なんか似てるなぁと思って。はい、うん。じゃあ、やはり問診は大事だっていうことで。いや、雑談まとめ方。治療の近道だっていうことで、はい。問診する意義についてって。大事だって。そんな当たり前だって話ですね。いや、でも当たり前できてないですから。ああ、っていうことですよね。ほんと大事ですね。はい。先生、また別の機会なんかあれば、ちょっと問診、そうですね、パート2みたいな感じで。パート2やりましょう、はい。はい。質問もぜひぜひいただきたいですよね。はい。問診のこの具体的なこういうところで困ってるみたいな、そういうのもしあれば。はい。はい。皆さんお送りいただければと思います、はい。はい。じゃあ先生、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ、春でお送りしました。